ロード第6節さあ、そしてバッターボックスにはウィーラーが入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。バッターボックスには指名打者の中川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレートが決まっています。あっという間にツーストライクです。引っ張った、これはサードライナー。この終盤で同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには柴田。ここは1点を取りに来るんでしょうから、ランナー進めてくるでしょう。はい、さあ、ここは打ってくるんでしょうか。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターから打ちのボール打っていった、掴んでツーアウト。ツーアウト、ジャイアンツが。第6節バッターボックス磯村。ここはツーアウトにはなりましたが、ランナーを送ってきました。まあ、ここはどうしても1点欲しいという判断でしょうね。さあ、ジャイアンツ先制のチャンス、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、そして打席にはウィーラーが入ります。さあ、ツーアウトながら一打勝ち越しの場面となっています。まあ、この辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですね。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、勝ち越しのランナーが三塁を回った、送球する、セカンドランナーホームイン。さあ、勝ち越したシーンですが、9回の裏、2番バッター柴田。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ジャイアンツ大きく点差をつけて最終回を迎えています。打ちました、渡辺、アウト、ワンアウト。打順は3番筒香。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウト、ランナー初球ヒー、セカンド取った、ツーアウトになりました。バッターは4番ロペス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そうですね。最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ、最後のバッターになるでしょうか。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ストライクが入りません。次が5球目、フルカウントになっています。見逃して三振です。試合終了。ジャイアンツ打ちに打ちました。